王星虫、または王星は中国や日本の説話集、随筆集に見られる奇病、及びその病気を引き起こす飼い虫。王星虫による症状が現れた人物の説話は中国の長野戦災や文章雑録、損災観覧などに記述が見られ、本草書である本草項目には王星虫に効果があったとされる雷丸や愛の解説文中にも、 その存在が言及されている。王星虫が人体の中に入り込むと、本人は何も喋っていないのに、腹の中から問いかけに応じた返事が返ってくるとされる。雷丸を服用すれば効果があり、虫も体外に出るという。腹の中から虫が声を出すという症状を受け、中国では自分の意見を持たず不は来道したい見のみを言うものを王星虫と揶揄して呼んだとも言う。参考。 王星虫のモデルとの説のある実在の寄生虫、海虫。日本においても海虫などの寄生虫のように人間の体内に住む飼い虫によって引き起こされる病気であるとされ、人間がこの病気に侵されると、高熱が10日間ほど続いて苦しんだ後、腹に出来物が出来、次第にそれが口のような形になる。この口は病気になった者の,の喋ったことを口真似するため、 王政虫の名がある。喋るだけでなく食べ物も食べる。自ら食べ物を要求し、これを拒むと患者を高熱で苦しめたり、大声で悪口を叫んだりもする。江戸時代に記された説話集、新著文集や随筆、塩尻に見られる説話では、以下のように語られている。元六十六年、油の工事に住む、ある男の腹に、王政虫による出来物ができ高熱や、 バリ増減に苦しみ続けていた。様々な種類の薬や祈祷を試したが、一向に効果がない。ある名医が診察し、様々な種類の薬を出来物の口に飲ませ、その中でも嫌がって飲まないものを選び、それらを調合したものを飲ませることにした。出来物は、次第に弱り始め、10日ほど経つと肛門から飼い虫が出てきた。それは、トカゲのようなもので、頭には一本の角があった。 逃げ出そうとしたところを滅多打ちにして殺し、患者は元気を取り戻したということである。また、神田疑筆には以下のような話がある。原文3年、王星虫に取り憑かれているという奥端馬の女性の話を見せ物小屋の業者が聞きつけ、見せ物に出そうと商談に訪れた。その女性の家を訪ねたところ、女性は確かに王星虫の病気を患っているらしく。 腹から声を出していた。女性の夫が言うには、寺へ参拝に行った際、腹から出る声を、周囲の人々が怪しみ、とても恥ずかしい思いをしたので、見せ物など到底無理とのことだった。こうして、業者の思惑は外れてしまったという。これらの話は、実在の寄生虫である海中を綴ったものであり、海中が腹にいることによる異常な空腹感や、 虫下しを飲んで肛門から排泄された海中の死骸を描写したものであるとも考えられているが、前述のように王政虫はもともと中国に存在する説話であり、また新著文集にあるものなどは中国に伝わるものに人面相の要素が加わっており、中国の文献を単純に肝骨だったし脚色しただけのものであるとする説もある。ありがとうございます。